皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。パリ五輪卓球男子団体、3位決定戦、日本に3フランス、9日、パリナンアリーナ。日本は開催国のフランスと対戦。だが完全アウェイの中、ゲームカウント2-3で敗れ、銅メダル獲得はならなかった。敗北が決まると、 ハリモトともかずらは淡々と負けを受け入れた。スタンドを埋め尽くした現地ファンの歓声もあり、会場がフランスの勝利を喜ぶ声でお祭り騒ぎとなった。そんな中、日本チームはスタンドに向かって一礼。そして長本は最終ゲームを戦った篠塚を抱きしめ、優しく励ましの声をかけた。フランスのルブラン兄弟、小杉が会場を走り回るなど歓喜に沸いた中でも、 日本チームは声をかけて勝利を祝福。最後まで淡々と冷静に振る舞っていた。その後、インタビューで長本は涙を流し、出し切った。良いチームでしたと語った。バックヤードに場所を移すと、仲間とタッチを交わした後、涙が溢れ出て止まらなくなった。多勢監督も涙を溢れさせ、21歳でエース、半端じゃないプレッシャーだったと思うと思うばかり。 今大会シングルスの金、銀、銅といい試合をしたのはあいつだけ。4年後はさらに怪物になっていると思うと今後の飛躍へ期待を込めた。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。